はい、皆さんどうもこんにちは。サイクルボーイズの森くんです。語りの回です。ちょっと長くなるんですけど、今から皆さんに、2枚の写真を見せます。まあ、どちらも僕の写真なんですけど、まずはこれ、ちっちゃく写るかな、わからんですけど、これです。この写真、1枚目は僕が高校3年生の時の写真です。はい。で、次に変わってここに写ってるのが、2枚目ですね。2枚目、去年の、だいたい夏頃かな、夏頃の写真です。ちなみに高校3年生の写真の方も、夏頃撮ってます。なので同じ時期に撮って、昔と今の写真になります。まあ見ていただいたんですけど、で皆さんこれ見てなんか気づきませんか？まあ気づく、まあ難しいかもしれないですけど、体型が違います。はい。で、じゃあなんで体型違うのっつったら、高校生の時と今じゃあいろいろとちょっと体が変化したんですね。まあ、もちろん成長もしたっていうのもあるんですけど、いろいろとこう変わったっていうのがあって、大きく変わったのがメンタルっていう点が変わったんですね。はい。ということで前振りが長くなっちゃったんですけど、今回、僕が実際に、なってしまった燃え尽き症候群、通称バーンアウトって呼ばれるものですね。ちょっとそこについてどんな症状だったのか、もしくはこれからこう、高校生だったりだとか、まあ大人の大学生になって自転車競技をやる問わず陥りやすい、点と、それに対してこんなことを俺はやったよっていうのを皆さんにちょっとお伝えしようかなって思いますので、それでは早速行ってみましょう。まず今回、3つ観点を置いて話します。1つ目、燃え尽き症候群って何っていうところと、2つ目、僕がじゃあ実際にどんな風に陥ってしまったのかっていう実際のお話しします。で、3つ目、こんなことしたら回復傾向に向かったよっていうことを、まあ、この3つにまとめて話します。それじゃあまず1つ目、燃え尽き症候群って何っていうところなんですけど、燃え尽き症候群、まあ、皆さん、通称バーンアウトっていう言葉を聞いたことあるでしょうか。まあ、英語でバーンアウトっていうんですけど、まあ、例えばですよ、こうネットに載ってる、もうウィキペディアさんですね、載ってるのに対しては、対人サービスに従事する人が一定の生き方や関心に対して献身的に努力した人が期待した結果が得られなかった結果感じる、苦労感や、欲求不満ないし努力の結果目標を達成した後に生じる虚脱感を示す場合にも用いられる、極度のストレスがかかる職種やスポーツ選手が一定の期間に過度の緊張とストレスの下に置かれた場合に発症することが多いと言われているということになります。ウィキペディアさんによると、まあ、そういう風な意味となっています。じゃあそれになりやすい定義っていうのが、まあ、実際に3つあって、1つ目、情緒的消耗感、まあ、仕事を通じて情緒的に力を出し尽くし消耗してしまった状態、まあ、要はそれに挑むっていうことに対して、うわー俺やるやる俺やるぞってめちゃくちゃ頑張って、あ終わったってあった時に全てが失ったようなこう消耗してしまった状態。その2つ目、次2つ目ですね、脱人格化ですね。まあ、ちょっと脱人格化って言っても、まあパッと脱人格化って何ってなっちゃうんですよ。まあ、実際話、じゃあ脱人格化っていうのは何よってお話ししたら、自分を守るために、相手のせいにしてしまって、あるいはまあ他の人の悪口がちょっと増えてしまったりだとか、まあ、ちょっとこう今までの自分ではないようなこう逸脱したまあ行動を起こしてしまうのが脱人格化になります。で、次にですね、3つ目の定義なんですけど、個人的達成感の低下ですね。まあ、これ個人的達成感の低下っていうのは、こういう顧客と同僚とコミュニケーション、要はコミュニケーションだとか、なんかこう次に対しての目標を設定する対して、まあ、少し意欲的ではなくなっちゃうんですよね。いやもう例えばこう沖縄で勝ちたいっていうに対して、まあ、達成できるできないにしもそれなりにめちゃくちゃ頑張った、本当に頑張った、過去自分史上これまで頑張ったことない人が本当に頑張って達成できなかった場合、
達成できた、できなかった、まあどちらにせよどっちでもいいんですけど、まあ、それで終わった後次どうしようっつって、もうこれ以上このようなことをやったっていうのに対して、まあ、次に進むための行動や意欲が湧かない、考えができないっていう状態になります。まあ、それがバーンアウト、燃え尽き症候群の、意味と、それに属する定義の3つになります。まあ、結構こう思い当たるし結構あると思うんですよ。燃え尽き症候群って自転車乗りになりやすいのかなと思って、こういうチームスポーツだと、まあ、なかなかなりにくい、支え合ってできるからなかなかなりにくいんですけど、で逆にこう個人競技だと個人が頑張るからすっごく追い込めちゃうんですよ。もう頑張れば頑張ろうと思ったら本当いくらでも追い込めちゃうんですけど、終わった後にあーって虚脱感、虚脱感がすごく生まれちゃうんですね。まあ、それが起こりやすいのが自転車競技でもあり、それに気づきにくいのがまだ表になかなか出てこないっていうのが燃え尽き症候群、通称バーンアウトって呼ばれるものになります。次に、僕が実際に起きた実例をちょっとお話をしたいと思います。はい、ということでですね、最初に話した1つ目、燃え尽き症候群についての説明でした。じゃあ2つ目、これは僕が実際に起きたことですね。森くんが、実際に陥ってしまったバーンアウト、まあ、通称燃え尽き症候群っていうのをお話ししたいと思います。僕は、高校から自転車競技部っていうのに所属して、インターハイ出場を目指して、日々部活動に取り組んでいました。まあ、それまでは野球部に所属していてね、また別のスポーツに行ったんですけど、まあその時、部活動が、週6日でした。平日、放課後に競輪場行ったりローラーしたり筋トレをしたりやりました。で土曜日に半日ぐらい練習をしていました。で日曜日は、部活動休みでした。まあ、今も昔も、まあ、珍しいのかな、分からんですけど、日曜日休みだった理由が、その当時の部活の顧問が自転車競技っていうのは非常に体を酷使するスポーツだから、1日、休みを入れて体を休めてまた週6日部活動に励んでくださいっていう部活でした。今思えばちゃんと従っておけばよかったなって思ってたんですよ。はい、まあ、それぐらいちょっと僕は後悔したかなっていう風なことは思ってますね。まあ、理由としては週6日部活動をやって、で日曜日の休みの時に僕は地元の自転車チームの朝練と2部練、半日以上練習してました。なので休みなしにずっと自転車漕ぎ続けてたんですよ、本当に。で追い込んでたんですよ。これ非常に今思うとバカだったなって思うんですよ、本当に。で当時、なんでこんな練習してたのかって言ったら、練習したらした分だけ俺強くなれるって思ってたし、で休むことに対して俺恐怖心を抱いてたんですよ。休んだら弱くなるから練習し続けないとって思ってたんですよ。だからすっごい練習に打ち込んで、もう真面目に打ち込んで、これやれって言ったらする通りにやってたし、休んでいいよって言われてたけど、こそれみたいな感じで、もうすごく毎日乗ってました。放課後乗って、で土曜日の半日練やって、日曜日の一日練やって、で 朝の通学とかも含めて、もう非常に乗り込んでたんですよ。で、ある日ですね、まあ高校2年生の時ですね、高校2年の秋ぐらいに倒れました。学校の授業中に僕は倒れました。すごかったっすね。もう僕元気いっぱいにずっと通学とか授業を受けてたんですけど、突然倒れたって言われたんですよね。まあ、その時覚えてるのは、40度近く熱出して、ですごく体がだるくて、で首もパンパンに腫れちゃって、やばいっつって保健室行ったらすごく大騒ぎになったんですよ。まあその当時の話なんですけど、保健室の先生に言われたのは、やばい、高校で結核の疑いがある生徒出たかもしれないみたいな話になったんですよ。まあ首が腫れたっていうことでね、まあ当時の面白話なんですけど、結果としては過労でした。過労による首の、まあここにリンパ節っていうのがあるんですけど、リンパ節の腫れになりました。でそれによって高熱が出たよっていうところになりました。1週間入院しました、僕は。で高校の2年生の秋ですね、まあインターハイの他に、全国選抜大会っていうのがありました。まあ、それの県予選があったんですけど、それを辞退しました。まあ、出ようと思えば出れたんですけど、ドクターストップがかかりました。君はまだ高校生でしょつって、今無理をしてもいいことはないから、長期的な目で見てずっとやり続けることが大切だよって言われて、まあ、その時俺、いや出ますって言ったんですけど、俺両親に止められました。
で実際にぶっ倒れて一回燃え尽き症候群になりました。なんで僕ダメだったんだろう、なんでいけなかったんだろう、何がどうしてダメだったんだろうって言われた時に、練習量が足りなかったからだっつって、練習に耐えられなかったから燃え尽き症候群になったんだっつって思って、でインターハイまだあるやん来年のっつって、でインターハイを目指すためにすっごい練習しました。もう退院した後バカみたいに練習しましたね、本当に。で練習して、でもインターハイ出れませんでした。夏終わりました。でその後ですね、自転車乗り続けたんですけど、なんか力は入んなかったんですね。でそのまま受験期に入って、で受験で自転車のある学校行きたいと思ってたんですけど行けずに終わって、でまあ、なんか自分がこうインターハイ行けなかった、じゃあ次学連 インカレで頑張ろうと思ってもインカレに入ることもできなかったっつった時に、その時に初めて燃え尽き症候群に入りましたね。は私どうしようと思って、ああ俺何もなくなっちゃったっていう風な陥ったんですよ。その時はもう本当に何にも力が湧かないし、両親の言葉ですね、もう何にも響かなかったんですよ。こうしたらどう、ああしたらどうっつっても、うるせえよ俺はこうしたいんだよっつって、こう何もこうニッチもサッチもよくわからない言葉を発言したんですね。結構そこでね、やめちゃうっていう人も多いんですけど、僕はそのやめなかったふうに、周りが支えてくれたっていうのもありますし、自分で見つけたっていう方法もあるし、ということで、ちょっとじゃあ今度は暗い話だったんですけど、話を変えて、じゃあそれに対してどういう風なアクションを起こしましょうかっていうところに話を切り替えていきたいと思います。それじゃあ次行ってみましょう。3つ目ですね、じゃあどういう風にしたらこの燃え尽き症候群から出れるのか、もしくは改善できるのか、まあそれを、するために、まあ、ちょっと僕が実際にやってみた行動をですね、いくつか紹介してみたいと思います。まず一つ目、思い切って休みましたもうこれに限るっす、本当に。スポーツやスポーツ選手、まあ、特に高校生かな、高校生や何かこう長期的に挑みたい目標がある大人の人にも言えるんですけど、継続的に何かを進めるのに対して、まあ、一つこう休みっていうのが重要であって、体を休めるっていうのに対して、もう一つは心も休まるっていうのが必要になるんですよ。なので僕は乗らない日を作りました。乗らない日をもうすっごいイライラします。最初は本当にやばい、乗りたいって思ってるんですけど、まあ、乗らずに、まあ、例えばゲームしたりだとか、自転車とか関係ないことをひたすらやりましたね、休みの日は。それによって自転車以外で楽しいって感じるものを作れたし、自転車をずっと頑張って、その競技レベルでずっと頑張ってやってると、その自転車のそもそもの楽しみを忘れちゃうんですね。どっか行っちゃうんですよ本当に。ただ単に自転車が修行のものになっちゃうので、それを防ぐために僕はとにかくこう自転車以外のことをやりました。皆さん結構スマホゲームとかしてると、こうキャラクターがレベルアップするじゃないですか、まあ、レベルアップするために経験値っていうのが必要になるじゃないですか。じゃあそれを、じゃあ逆に人間は、僕らライダーに対してどういう風にしたらそうなるのって考えると、レベルアップイコール休日なんですよ。はい、レベルアップイコール休日、休んだらレベルアップするのって思うと思うんですけど、過去の今まですっごい皆さん体酷使して頑張ってきてるじゃないですか。で頑張ってきて、その一日の練習の経験値っていうのはもうみんな持ってるんですよ。その休みを取らずにずっとやってると、経験値はずっと溜まっていくんですけど、レベルアップの画面に行かないんですよ。そんなイメージしてくれればいいんですけど、要は休むことによって、その休み1日をすることによって、6日間頑張ったその経験値が、その1日休むことによって体に60の経験値が溜まってレベルアップ1個するってわけなんですよ。ちょっと変な言い方だったんですけど、要は今まで筋肉酷使してきて、体を酷使してきて、ボロボロな状態の体をもう休ませることによって、またさらに1段階強くなった体が作れるわけです、休むことによって。なのでそう考えると、強くなるために休むっていうことを考えると、まあ一つ休むことに対して自信を持てるんですね。まあ過去の経験なんですけど、練習しすぎてプロの選手に、お前1週間自転車乗るなんて、で自転車乗らなかったことを俺に報告しろって言われたんですよ。俺じゃなくて、そのプロ選手に報告しろって言われたんですよ。
で、あの今日一日こういうようなことしました、今日こんなことしましたつって、カフェ行きました、カラオケ行きましたみたいな、今日勉強で失敗しましたみたいな話をしたんですよ。でその後もうその1週間後にプロと練習した時にそのプロライダーについていけたんですよ。要は休んだことによって自分がこれまで酷使してきた体を完全回復できて練習して本来の自分の力を発揮することができたんですよ。なので休むことに対して嫌悪感を抱く、嫌悪感嫌だって思う、休みは恥だ弱くなるって思うんじゃなくって、休むことによって体を修復させて本来の力のさらにまた上の力を発揮するための準備期間なんだ、準備をする日って思ってくれれば、まあ、ちょっと休みやすくなるのかなって思うので、皆さんもちょっとそういう意識を持つと、あの休むことに対して、あのいや今日休みだっつって、俺今日強くなる日だって思えるんじゃないかなって思うので、皆さんちょっとやってみてください。はい、まず一つ目がその完全に休むっていう日を、作ったっていう話でした。で二つ目がですね、これは、トレーニング中の、話になるです。トレーニング中の工程の中、トレーニングをしている中、こう走ってる中でカフェライドとか休憩を作りました。結構練習、いろんな人と練習してて、補給休憩とかがっつり休む休憩を作りました。だから要はカフェライド、カフェに寄るでもいいし、まあ、そのコンビニによってもう30分40分食べるでもいいし、まあ、とにかくここ来たら休める、ここ来たら休めるみたいなのを作りました。まあ、ずっと永遠に走っていられるんですけど、まあ、そういう練習も確かにあるんですよ。それをじゃあ毎回毎回繰り返してたら果たして人間って持つのって言ったら、もうやりたくなくなっちゃうんですよ本当に。練習中に途中でがっつりこう休憩を取るっていうのもまた一つ、あの思いつき症候群にはつながりにくいのかなって思いますし、その思いつき症候群につながる予兆をですね、つながりやすいきっかけをなくすことにもできます。はい、それが二つ目です。はい、次、実際に僕が行動を起こしたこと三つ目ですね。三つ目、これは両親に今後どうしたいか話しましたまあ、すごく難しい話なんですけど、まあ、一つこう自転車競技っていうのをやって本気でやり込むと夢のある将来を話すんですね。まあ、非常にいいことなんですけど、まあ、それに対してで今後どうしていきたいかみたいな話、今後こういう風になりたいんだ俺はみたいな話をしていくといいかもしれません。あの僕がこう思いつき症候群に陥った時に、自転車乗らないね最近って僕は母親に言われました。まあ、その時まあポロ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 話ができたんですよね。こういう風にやってたんだけど全然力が入らないし、なんか何頑張ればいいか分かんないんだよねみたいな話をして、でその時に言われたのが、じゃあ地元のチームに入ってみたらっつって、いや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 俺学連で走りたいんだけどなっつって、でも学連が全てじゃないでしょっつって、あなたは素質あるんだからみたいな話をされて、親に話をしていって、まあ、こういう風にしていきたいっていう風に新たにあの思えるきっかけを作りになったので、まあ、結構あの相談をする、まあ、両親に相談する、もしくは自分をよく知ってる親しい人に相談をする、これあの同級生とかになると、ここ注意点です、同級生とかになるともう絶対こう、いや一緒に学年行こうよみたいな話になるので、同級生よりかは両親や、まあ、大人の人ですね、なんかクラブチームの人にお世話になってるんだったらクラブの人とかにお話をしてみるとか、まあ行動を起こしてどうなったのって言ったら、こういう風な感じで今 E1 でずっと走り続けてて、あのアマチュアのトップ、まあ、アマチュアのトップ層と一緒に渡り歩いてるみたいな、こういう風な状態に陥りました。森君、じゃあなんかこうそこで満足してるのって言って、別に満足してるわけじゃないんですけど、自転車ってあの障害スポーツでもあるんですよ。障害スポーツでもあって、若くてもあの上の年上の人でもあの万人ができるスポーツなんですよ。一応自転車ってもうすごいんですよ本当に。ずっと今もなお自転車競技というものを続ける理由としては、障害スポーツでもあるので、どん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 自分の経験点も蓄積されるし、またそれに対してこう質問してくれる子もたくさんいるから、まあ、そういうのに対して答えもできるし、まあ、ちょっと柄じゃねえなそんな話をするのはまあそもそもちょっと柄じゃないんだと思うんですけど、まあ、とにかくあの今続けられてるっていうのは、自転車競技をずっと続けていきたいからっていう理由が大きくあります。
そんな話です柄じゃないけどね、本当にこんな話をするのは。ただこれを話するきっかけになったのは、まあとある自分の知り合いから結構相談を受けることが多いので、まあ、そういうのに対して結構気になってるのかなっていうのがあったので、ちょっとこの動画を作ったっていうことになります。さあということで、今回は結構真面目な話だったんですけど、まあ、燃え尽き症候群についてお話ししました。まあ、まとめると、燃え尽き症候群っていうのは部活動にも含めて言えることで、まあ、理由内容としては情緒的消耗感、2つ目脱人格化、3つ目個人的達成感の低下、この3つ、どれか当てはまると燃え尽き症候群に陥りやすいということになります。で、森くんは実際に陥ってかなり結構苦労しましてってお話で、で3つ、僕が実際に起こした行動の説明になります。おさらいすると、休むこと、がっつり休むこと、はい、自転車に乗らずにそれ以外のこと、要は僕はカラオケ行ったりダーツビリヤードやったりだとかもしてました。で、2つ目は自転車競技の練習トレーニングとかに少し自分の楽しみを作りました。要はカフェ行ったりだとか、まあコンビニ寄って休憩をがっつりしました。ほんと 3,40 分ぐらいがっつり休憩をしたとか、そういう楽しみを作りました。話すのが楽しかったんでね、話す時間を作りました。で、3つ目、両親や、自分のことをよく知ってくれる理解のある人に、相談する。今後どうしようかっていう風な、自分こういう風に思ってるんだよねっていうことを相談をする。この3つが、僕は実際に起こして、回復をしたっていうことになります。まあ、ちょっとこの動画をね、見て、自分こういう風に陥ってるなっていう風に思ってもらいたいし、結構僕が悩んでるのは、どうしてみんな自転車を降りちゃうのかなって、まあ、金銭的な問題もあると思うし、家庭環境の問題もあると思うんですけど、すごい強い選手がいきなりパッて降りたりとかしてて、どうしてだろうっていう風にはすごく悩んじゃうんですよ、俺も。なんでだろうな、この人なんで降りちゃったんだろうなみたいな。周りも近くいるので、そういうのに対して少しこういう動画を作ってみんなに見てもらえたらなって思います。本当に自転車っていうのは本当生涯続けられるスポーツでもあるので、一生懸命乗ると体の負担確かに大きいですけど、楽しむ手だったら全然体に対して有害ではなく、もう完全にプラスの方向に進むので、そういうのに関して見ると降りることが僕はかなり悲しいので、もうこんなことに陥ってんじゃないのかなっていうのを一つ例として挙げさせていただきました。まあ、ちょっと結構ね、くっそほど真面目な話なんですけど、これで話終わりになります最後まで見てくれたのは非常に嬉しいですけど、本当に本当に誰でも陥りやすいので、この燃え尽き症候群っていうのは思い悩まずに、もう本当に周りの人に相談するとか、もう本当に1日ぐらいがっつり休んじゃう、なんなら俺は2日3日休んでまた頑張ろうって思えるように、自転車乗る楽しみをね、こうずっと持ち続けることは重要なので、一つ参考に、この動画が参考になればなって思います。ということで本日の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。